こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは豚軟骨煮込みです。豚軟骨煮込み、今まではそのまま煮て食べてたんですけど、今日は一旦油で炒めてというか酢炒めして表面を香ばしく焼いてから煮込んでみました。味比べしてみます。で、キャベツ、その炒めた豚軟骨の油で炒めたキャベツです。で、はっさくですね。で、どうもご飯を食べる気分になれない、白ご飯がもともと好きじゃないので、今日は主食代わりにリッツを食べます。で、これで満足できなければ卵をスクランブルエッグ食べたり、目玉焼き食べたり、ピーナッツ食べたりする予定です。肝心の体重測っていきましょう。何キロになってるかですね。増えてるか減ってるか。便秘気味なんですよね。増えてる。ああ、増えてるな。体重 57.1。300g 減ってます。体脂肪率 11.8。体重 57.1、 体脂肪率 11.8、 基礎代謝 1357、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 57.1、 体脂肪率 11.8、 基礎代謝1357、内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.8、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と。もう一度、豚軟骨の煮込み、キャベツ炒め、はっさく、ビッツで、卵を食べたら文章の方に加えておきます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。